30日中日 DNA、バンテリンドーム名古屋、中日の村松海と内野手が2点を追う7回西一二塁に敵地打を放った、戦闘の中田、細川の連続右前打で虫一二塁とした直後に2安打に抑えられていた DNA の先発、中川荘にアクシデントが起こり、 緊急降板、2番手で傾投した伊勢に西とされたが、村松が初級の変化球を叩いて1、2塁間を破る右前田をマーク、2層の中田が激走し、最後はヘッドスライディングで本塁に生還した。